どうも、私はですね、西3番エリアにいて、まあ、オーガポンとね、こう、じゃれ合っております。まあ、このオーガポンね、まあ、普段はこう、仮面を外してね、こう、非常に可愛らしい、愛くるしいこのね、姿を見せてるんですけどもね、やはりこの対人戦となると、どうしてもこう、引っ込み思案とか対人恐怖症みたいなのが出ちゃってね、すいません、対人恐怖症、昔僕もそうだったんでね、オーガポンの気持ちはすごいわかるんですけども、どうもね、やっぱこの仮面をね、話せないらしいんですよ、こいつは。こいつ対戦で仮面のアイテムつけないかどうなるんだと思ったんですけど、結局草の仮面つけちゃうんで、まあこいつはもう仮面を外した状態では戦わないんですよ、結局。なんですけれども、まあ今回その草オーガポンのある事実に気づいてしまったので、ちょっと紹介していこうと思います。こいつは誰をめがけて走ってんのこれ。あ、でも俺を追いかけてくんのか。可愛らしいやつだな、本当に。やっぱオーガポンちょっとなんかデザインがこびてるわ。で、なんでこのオーガポン、このパッケージでこの顔を出さなかったんやろうね。なんかちょっといかつイメージやったもん。え、なんかポケモンの DLC、なんか変なポケモンが主役なんやみたいな。この顔で撃った方がよかったよな、絶対な。ほら。しかもなんかよく見たら黒タイツ履いてるみたいで、なんかちょっと、ええねんな。うん、足ペチの人とかちょっとオーガポン見て、ねえ、悶絶そうな。でも、どうでもいいよ、そんな話。でも、こいつはですね、まあ、特性がまず負けん気になっておりまして、まあ、非常に強いんですよ。まあ、威嚇とかもらった時にしっかり A が上がっていきます。で、テラスタルジー、まあ、こいつも草テラスになるんで、あ、てか、ちょっと待ってね。あれ、これ草オーガポンでテラス変更できんのかな、ちなみに。テラスタイプが全部、だからもう、あれやんな、固定やんな、こいつだって。ちょっとごめん、その検証を忘れてたんで、軽くやってみます。テラピス炎を、例えば食わせようとして、あ、こうなるんや。へえ、やっぱそうなんだね。じゃあ、こういうのものなんだね。まあ、こいつはまあ、テラスタル、まあ、したときに、特別な特性に変わったり、姿も変わったりするんですけども、草オーガポンの場合、それが面影宿しで、素早さが上がるんですよ。これ、僕思ったんですよ。メガ進化の上位互換やと。例えば、まあ、ルカリオってポケモンがいるんですけど、こいつはメガ進化できるんですね。で、メガ進化前の通常のルカリオの素早さ取得値が90。メガ進化後の素早さ取得値が112なんですよ。これメガ進化したターンに素早さの逆転を切るやんみたいな思うけど、メガ進化って、新進化したターンは素早さそのままなんですよね。次のターンからそこ反映されるのよ。対してオーガポンの面影宿しは、もうその場で素早さの変換が起きるんで、例えば相手がこれ上から行けるなってなっても、こっちはテラスタしてたら、逆に上から来られるっていう。実はそれができるこの草オーガポンって、めちゃくちゃすごいんじゃないかなっていう。相手がもうわざ、打ったタイミングでその素早さというか、その素早さの逆転が起きるなんていうのは、多分今までなかったんじゃないかな。まあ、そんなね、そこにちょっと着目して今回は草テラスオーガポンを、持ち物鉢巻きで使っていきましょうという感じですね。では早速、マッチングの方やっていきます。さあマッチングしました。秀幸さんお願いします。相手の手持ちがサーフゴー、カイリはいないのか、ドラパルド、ガブリアス、水オーガポンね。そしたらもう初手からオーガポンでゴリ押し。いや、あのね、ほんとありなんですよね、初手オーガポンのゴリ押しって。わりかしありだと思っていまして、で、まあ、そうだな、裏からじゃあ闇ラ、ロトムはいるかもしんない。ラスエチマリルにしよっか、闇ラミしよっか。さあよろしくお願いします。ドラパルドからお相手入ってくる。ちなみになんですけども、もうこういうドラパルドをもうサクッと倒したい場合、これ初手テラス切って S 上げて上取るっていう。もうそれでいっかも。多分畑落とすで確実だと思います、こいつは。結構、初手のドラパってなんかね、いや、なんかめんどくさい壁張り、まあ、相手の場合、裏に、なんだっけ、あいつ、オーロンゲいるから、まあ、パーティーに2体壁張り役がいるってことないと思うんですけど、なんか、初手身代わり張って、みたいな、だるいやつおるんで、こいつね、メガ進化なんですよ、これ。場に出た瞬間に素早く換気入れ替えるって、あれ、メガ進化ってあれ、素早く反映されんねやったっけ。頭、これテラスとしては正解です。こいつ、要はスカーフと鉢巻きを同時に持ってるようなもんなんで。羽ばたく神来ました。いや、これは抜けない。ちなみに、古代活性羽ばく神は、持ち物を持ってかれたんで、これ抜けないんで、ちょっと畑落とすで固定されちゃってるから、まあ、ロトムに変えるか。そうなんですよね。
自分より速いスカーフ持ちとか、まあ、あとこのブーストエナジー組、もともと速い連中には弱い。ムーンホース撃ってきてくれる。いや、このダメージ感だったら、ギリシャドウボ耐えそうやな、これ。ギリシャドウボ耐えそうなんで、ボルチェン行ってオーガポン行く？ラスイチなんやろね。ボルチェン行こうか。シャドウボール、これ多分ギリ耐えますわ。あー、ギリというか割と余裕耐える。あー、12分なダメージが通る。そしたらここオーガポンもう一回がっこり投げて、で、面影宿しで、これまた S 上がります、戻しても。ツタコンボ、ムーンフォーシング、さあ、しつかり耐えて、こいつ特防もアホみたいに高いねんな。まあ、てかもう元の取得値がその特攻が60で、なんか、軒並み水準高いで、合計取得値550ってもう、そんなんあかんねん。普通に考えたら。あこれね、もうほんと仮面持ったオーガポンにとにかく強い。あの、岩オーガポンだけちょっと頑丈なんであれですけど、基本水とか、あと、まあ、炎もちょっとタイプ相性、微妙な部分あるけど、まあ、ゴリ押しは可能やと思う、バカ力で。さあ、テラスタル切ってきてるけど、まあ、電光石火で倒れない、で、スカーフ持ちの可能性もない、こっち S 上がってる。やっぱね、これ、なんだかんだ、あ、これ何がわかんない、こいつこいつ。特防？特防か、はあ、じゃあ関係ないっす。一応、イガオーガポンがまあ、防御上げてくんねんけど、そうなん、別にタイプアーションで勝ってるんで、普通にかわいそう。うん。相手のオーガポンがね。はい、対戦ありました。さあ、マッチしました。GSA さんお願いします。相手の手持ちが、なんだあれは、ジバコイルドラッパーパオジアン。で、ハッサムからの月光が鉄の包みということで、これね、初手からもうオーガポンで、いいレベルですね。で、裏からちょっとハッサム対策でロトム入れて、そうするとちょっとやっぱ、そうだな。包み月光があたりに弱くなっちゃうから、裏はこれ闇闇とかワンチャンあれだと思うんだよ。さあ、よろしくお願いします。月光河からお相手は入ってきました。なるほど。まあ、ぶっちゃけた話が、月光河本来抜けないんですけども、ここでテラスタルを切ることによって抜くことができると。ただここで抜く意味っていうのは一体あるのか。いや、俺はあると思っていて、ここもいきなりからもう初手 S 上げテラスして、上からもうおむかすトンボ返りで破壊していくわ。これタスキじゃなかったらワンパンスか、多分タスキですかね。月光がこの虫抜群なんで、こいつの意地っ張り、ハチマキ、トンボ返りで、一応角位置になってるはずです。さあ、 S 上げて上を取っていく。おー、やはりタスキか。なるほど。言うてもこの後困んねんけど、闇闇変えよっか。もうタスキメタバはいいや。うん、完璧ですね。はい、これもちろん読んでたんでね。これも読んでるんですよ。読めるか読めないか。はい。これを読めるやつと読めない人間の違いです。もう読める人間なんです。水処理券。なるほど。こいつの水処理券クソ強くない？ B 特化でこんな入るか？いや、非常にいい月光がだ。水処理券で威力15とかやんな、確か。さあ、ドラパルドががっこりきました。そうだね。ここ、例えばテラスタル、竜の舞とかされて、全力されるの困るんで、ここアンコールでいいと思います。もう、タスキ枠はもう結構だったんで、あー、ここテラス切ってくる。ワンチャン竜もあるか。これはね、アンコールで正解。あー、ゴーストだったらまあもう時間繰りかな。でもここでテラスタル切ってくれるの俺としてはすごい助かるんですけどね。正直。なるほど。テラスタル、テラバしかないやつだ。これやってくるドラパって、もう、ほぼ 100% 物理型なんですよ。特殊には、その、シャドーボールっていう安定技あるんで、テラバーストゴーストする意味がないのよね。物理以外は。ただ、もちろん、これドラパの上も取ってるんで、オーガポンザンズリ行っ
で、しかもこれ面影宿で S が上がるんでこいつ抜いてるんですけど、いや、わかんない、スカフの可能性もたまにあるけどね。これツタコンボで十分っす。はい、テラスタルハチマキツタガンボ、これ当然相手はもうゴースト消えて、ドラゴンが消えてるんで倒壊になるんで、ワンパンと。ジバゴイルか。いや、ロトムがいるからほぼ勝ちっすかね。これもうそのままスターコンボでゴリ押していいと思います。何これ、うん、すんごい持ち物持ってるこいつ。まあ、さすがに大丈夫でしょ。うん、何これ、トレンド最近の。あー、十分だな。何だこれ、次のターン次の発動しなきゃ、こっちだね。あ、わかんない、アナライズ入るか。アナライズだったらこれ持ってかれるわ。いや、アナライズじゃない、頑丈か。じゃあこいつめっちゃ発動するやん。 20% とかやったっけ先生の爪って。まあだから言うてね、そんなに珍しくないんだよな。で、オーガボスカレ、まあお前よくやってくれた。あとはトトムが電気ポケモンとしてのまあ格の違いをね、まあ見せつけてくれるんじゃないかと。はい、ありがとうございました。さあ、マッチングしました。沼さん、お願いします。相手の手持ちがイーネイヌ、オーガポン、ムーマージ、カイリュウ、ガブリアス、そしてあいつがなんだっけか、鉄の夫人ね、ちょっと道連れ持ってるんで、まあ、そこはちょっと気をつけていきたいところですよね。そしたらどうしようかな。普通にもオーガポンから開幕いったのかな。いや、神っちょちょっといい感じに見えるなこれ。まあ普通にオーガポンからいきましょう。で、裏からロトム、カミッチュ、この並びでいこう。さあ、よろしくお願いします。いや、イーネイヌから来たか。まあやっぱね、鬼退治しに来た野郎には、まあ、普通に、おしあ、でもこれ全部半減なんで、そしたら、まあ、一旦ここトンボ帰りにて、帰っていきましょうか。全然効かねえわ。毒、毒格闘かってことは4分の1なのか、むしろ。だあ、いいね、いいね。これ結構硬えな。じゃあ、ロトムにぶち替えて、あ、毒毒。うん、まあ、これはまあ、そうだね。カミッチュに行かなくて正解かもしれないね。カミッチュがテラスタル毒切らないと、やっぱ毒耐性ないんでね。そしたら、このいいね、いいねとかいう、なんかベロ出し男は、普通にもうトリックで、押し付ける感じでいいかもしんないね。トリックいきます。まあ、交換される可能性高いけどな。まあ引くか。まあまあまあ、まあ交換先にトリック当たるんで、まあただその交換先がムーマショーかったら終わるんですけど。ガブ、ガブええやん。ちょっとこの試合あれやな、オーガポンにテラス切れないかもしれん。最終的にイーネイヌ対カミッチュみたいな盤面になるかもしれないんで、ラムの身持ちそんな都合のいいことある？人から奪ったもん速攻目の前で食い散らかすっていう。ラム持ちってことはなんかこいつ剣舞型やな。これカミッチュに変えましょうか。多分純正のアタッカーやと思うこいつ。眠り対策ってこと？そしたらこれまとわれつくいきます。多分これまたイーネイヌ来るんちゃうかな。で、もう殺しはちょっとカミッチュに照らす毒切ろっか。ちょっと待ってな、イーネイヌって多分大した回復技ないはず。だからこれもテラ毒切って身代わり完璧に詰ましに行くわ。そう、こういうトリッキーな動きもできるんでね。まあ、基本的にはもう本当にオーガボンで有利対面作って対面操作しまくってね。もう神神奇跡持ち、はい、毒毒きましたこいつのテラスタル毒強すぎやろ。で、基本的にはこの食べ残しダメージ、回復量よりも食べ残しが16の1やろ。で、まとわりつくが、あ、これ水溜めボムを打っときましょう。ビルディングアッピング、毒毒ビルド型ドレパンか。あー、なるほど、ドレインパンチやこれ。ちょっとそれまずいな。
打点を求めた方がいいから水溜りボム連打。こいつが解放された場合やな。解放された場合何が出てくるかやな。交換してくるのか、そのまま椅子だって殴ってくるのか。ちょっとこれで少しでももうダメージ詰めましょう。相手まだバインダーやから、もう水溜りボム連打。この水溜りボムってやつだから、なんか強いんだか弱いんだかようわからんねんな。急所ナイス。叩き落とす。あー、ただね、これね、粘着なんで、叩き落とす自体は食らわないねんけど、身代わりは破壊される。だから次のターンからドレインパンチ打ってくるんちゃうかな。これはね、もう身代わり行った方がいいか。こんなんで終わるか、バインド。いや、まだ終わんねえ。ドレパン来るからこれもう一発身代わり。うん、もうすでに上取れてるからね。まあ、こういう問い目作れたらな。やっぱドレパンやん。ドレパン、はたき、ドクドク、ビルドアップ。いや、このいいねーヌめっちゃええやん、この方。しかし半減なね、耐える。ただ回復はされる、もちろん。ただその身代わりに対しての回復だよね、最大値として。まとわりつくから解放される。そしたら、もう一発いきます。椅子割るんか効果なんかわからないんだよ。あ、椅子割る！男気あんな、お前。ただね、もうこんだけ削り込んじゃえば、あとはもう、鉢巻きオーガポンで、っていう圏内では正直あんねんな。ちょっとこれ、裏のやつがドレパン食らったらまずいな。あれ、てかこれ足りてしまってる？もしかして。叩き身狩り破壊。いや、身代わりって90、98、いや全然4分の1は残ってんのか。ごめん、全然残ってましたわ。全然残ってんねんけど、身代わり打てんねんけど、自己採かな。いや、さらばもう紙っち落とした方がええんか。下手に粘られるよりも。叩き打ってきてくれた。これ粘着なんで落ちないです、これ実は言うと。そのため、叩き落とすの、要は2倍の効果も発動しない。ただ相手の、ここの叩き落とすの意図としては、まあ身代わりを一発で壊したいっていう、そういうやつだと思うんで。でもこれちょっと、ドレパン嫌やな。ここで身代わり行くか？今、オガポンがね、もう、腰下などで狙ってるからね。ああ、ここも叩き連打なんや。まとわりつく。悪い。ちょっとこれもう水溜りボムで落としに行こっか。で、これがあえて畑やったら多分落ちるんちゃう。うん、ごめん、ドレパンか。まあ、ドレパンの場合は耐えるんで、それはそれで大丈夫なんですよね。畑やったら落ちてました、今の。絶妙な駆け引き行われてんな。え、これ次の水溜りボムで落ちないか、じゃあ。ただ水溜りボムと外れる可能性があるっていう。いや、まとわりつくから解放されちまった。いや、まだ自己祭で粘るっしょ。あー、ここで引くんだ。ガブリアスが来る。いや、ここタクなんすよね。この対面になった時に、こいつでもメガネやからな。相手の頭の中に、最初見たオーガポンがあるかどうか、オーガポン、ロトム。これ、俺、自信打てへんと思うねんけど、こいつ。いや、わかんない。でも相手目線としては、ここで自信決めないか、負けなんか。ロトムにしとこっか。ただロトムにした場合ね、これオバヒしか打っ、いや、そんなことないけど、ロトムに変えた後やることなくない、これ。いや、これごめん、ま、ミスったかも。ごめん、ここ仮に激凛来たら、いや、まあ激凛来ても耐えるけど、いや、これ激凛来るわ。ミスった。あ、よかった。いや、ごめん、今ロトムやったかもな。でも下手くそと呼んでください、これから僕のこと。新連発。うわ、ごめん、これオーガポンしばかれるぞ。頼む。え、これやっぱごめん、ロトムいったわ。いや、でもロトムに変えてオバヒオバヒって言ってさ、その後 EA に来られたら
いや、ボルチェ、その後、そこでボルチェンでよかったんか。まあ、このタイミングやったらまだ1段階下がるだけやから、まあ、相手ガブ、ガブ切りか。ごめんなさい、もう、下手くそ。最近思うのはやっぱ自分より下手くそなやついねえんじゃねえかっていう。そんな僕の動画をいつも皆さん見てくれてありがとうございます。あー、鉄の武人いるんだ。神一中じゃないの、ここ。ロトムって切っちゃダメだよね。まあ、別に、そんなことないか。ね、でも ロトムかオーガポンどっちから怒っとけえねん。基本的にこいつって、ごめん、でもご利用されるわ、これ。あ、急所か。やべ、もうこいつのテラスは地面とか考えたら今のも交換しないべきやった。いや、なんかもう、ダメだ。頭こんがらがってきた。多分耐える。うん。硬すぎ、マジで。神市の硬さおかしいやろ、これ。ちょっとおかしいんかもしれん、こいつは。もう、もう、フォレンダまあ、でも、そうよな。これで、まとわりつく連打して、水前ボムが入れば、まあ、ほぼ勝ちじゃないか？ムーンフォーめっちゃ打ってきてる。水飴ボムで、お、これでも結構入るね。特攻結構下がりまくってんのに。で、雨まみれにして、あとはもう自己さえ連打よ。こだわってるんすかね、この、鉄の武人は。自己再生か。こいつほんま、俺やったら切れてるわ。あんまでも最近のランクまで見ないけどな。あと身代わり。こっから負けるビジョンってあんのか、これ。あ、道連れ。いや、でもこの道連れ、あれ、こだわりじゃないんだね。殴る読み道連れか。これ、でも、まとわり作るのダメージだとしたら落ちない。うん、これはカスダメージなんで。そもそもこんだけ投稿下がってたら水溜めボムの耐えずできそうやけどな。ここもう一回まとわりつけいきます。これ、イーネーヌ交換だけがちょっとだるいんで。あ、はい。なんかもうポケモンのパワーで勝ったか否めないな、俺。さあ、マッチしました。リョツさんお願いします。相手の手持ちが、ハッサム、ウーラオス、ゴリラ、そして、ハバカミ、マンダ、ウィンディ。そうしましたら、闇ラミからちょっと生かしていただきまして、で、裏からオーガポンをがっつり投げていこうかなと。ハバカミがちょっと怪しいから、モスの入れときは、まあ、安全かな。お願いします。最強ゴリランダー、これあのこの間のレイドバトルのやつですね。そしたらこういう最強とか抜かしたゴリランダーをね、あの黙らす一番いい技があるんですよ。それがこのメタルバーストって言うんですけど、これで相手をカウンターで跳ね返す。ただメタルバー結構読まれるんだよね、闇闇の叩き。全然入んない。これはね、ちょっとクラスラで、かなり当たりちょっと読まれてんのかな、わからんけど。まあでもこのタイプのゴリラだったらさ、これクラスラも耐えんじゃないか。あ、スキルスラップ意味ないよな。先制技メインやし。じゃあ、オーガポンいっちゃいます？初手はたき打ってる時点で、その、あんまグラスラに特化したやつじゃないやろ。はい、全然効かない。しかもこれ、この後に回復入るんでね。そういった意味で、まあ、ゴリランダートイメンっていうのは、この回復もな、計算の上でやらなあかんから。で、当然、トンボ返り行くと。あ、交換しない火力狂ってますね。シンプルに A 出力値120はあかんと思う。そしたら、もう一回闇闇行くか。闇闇がね、結構起点にされるのを防げるポケモンなんで、アンコールあれば、あと、後出しもあるんでね。後出しスキルさもあるんで、そういう意味ではこういう状況出しやすい。ウーラオスが来る。あー、しかもそっちの方か。不意打ち持っとるから、スキルはあんま意味ないような気がする。いや、
あれ、しかもふかしの拳ってスキルスアップできないんじゃなかったっけ。ウーラウスってなんか結構こういう特性やんな。ちょっと覚えてないんでスキルスアップ打つのやめておこう。まあ、ここね、素直に後手アンコールでいいと思う。ほらね、こういうの決まるんですよ。ね。闇波なんて見たらみんなもう起点してくんねんから。あ、メタバ撃ってくるやつね、つって。そしたら鬼火多分ないよね。まあ、鬼火ないことないねんけど。そしたら当然、今の隙に相手ウーラス引っ込めるから、俺も、引っ込めて、オーガポンで、あーはー、ハッサムはちょっと上がんなくなっちゃうねってことは、これ、ハッサムに対してもう一回トンボ返り撃っていく必要あるかな。ゴリ押すのきついんで、さあ、ゴリランダーが、さらなる回復をもたらしてくれたので、ここトンボ返り行きましょう。まあ、日のオーガポンとかやったらな、こういうハッサム対面とかめちゃくちゃ強いんだけどな。多分相手もトンボ打ってるんちゃうか。ここもじゃあワンクッションミラミ行きます。でトンボ来て、ウーラオス来て、ダブルウィング。あ、それは聞いてないわ。ちょっとハチマキやな多分。おい待てよ、これワンチャン負けてないか。多分大丈夫で、ちょっと待ってな。これもう一回と、これね、あのモスのを切りますわ。トンボでこのダメージ入れて、あとはこだわりバカ力でいいんちゃうかな。その場合ちょっとウーラウスの不意打ちでワンチャン死ぬかもっていう。いや、引かれてバレパンで死ぬか。いや、これ引かれてバレパンで死ぬかも。あ、引かない。引かないってどういう、まあ、いや引けないか。引けないんだ、相手目線。ハチマキバレパン。これ B ダウン考慮したらワンパンやけど、考慮しない場合、多分ギリダイなんで、オーガポンが。ってことは、まあ、ここのウーラオスが、不意打ちを打ってきてってどうなるかって話や。アクテラス吹いちゃったら、ま、落ちるかな。いや、さすがに落ちるな。しかそもそも、負け。ドクテラはきついわ。あー、しかもめちゃくちゃ硬い、これ。え、硬すぎない。いや、ごめん、それ硬いわ。だって硬いとかじゃないねん。 E 下がってるから、そうやわ。インファと、はい、乾杯です。さあ、マッチングしました。ルーツクさん、お願いします。相手の手持ちがウーラオス、パオジアン、海流サーフゴー、そしてハバカミからの電ルート。いや、これ確かさ、オーガポンで電ルーってワンパンできるよね。で、なんかステロは、まあ初手電ルーの場合ステロあるんか。まあちょっとこれ今回も闇波押していくわ。闇波激押しでいくわ。いや、ごめん、さすがにねえな。普通に、まあでも紙っちゅね、ちょっと海流とかにきついんすよね。普通羽休めとかでじりじり行かれる。まあ、マリルイはこれほぼ格じゃねえか。てか、マリルってポケモン強くないですか？流行ってんのか？ただ他のポケモンが異次元すぎて使用率が上がらないだけか。ただ使う人は絶対使ってる。マリルイはもうどう考えても強いから。ごめん、ちょっと闇雷もう一回行くわ。さあ、よろしくお願いします。羽ばたく神からお相手は入ってくる。持ち物がちょっと待って。発動しない？じゃあ、タスケパオジアンか？これ。わかんねえ。こいつがタスキじゃ、ないのかな。いや、もうわかんねえから、もう、雑にテラス行っていい、これ。いやー、引かれた、やばい。帰り来る。あー、もう下手くそすぎる。せめて、叩き落とすでもよかったんじゃないのか。悪い。どう下手くそだ、俺は。終わった。出るぐらい下手い。緑の仮面をかぶった。これでもね、緑の仮面ってアイテムはないんですよ、ね、デフォルトがこの姿ってだけで。だから仮面かぶった時の補正も草オーガポンの場合ないんだけど、まあそれよりも補正出るね。 1.5 倍のハチマキ持ってるんで、まあどのオーガポンよりもこのオーガポンが火力は実は一番高いんですね。さあ、ここ
ここは当然闇並みに引っかえていきましょうか。ちょっとさすがに雑やったな。一応じゃれつくとか覚えるんで、海流対策したい人はじゃれつくもさせてもいい、あいつに。で闇並みぶち投げて、おっと相手もたまらずテラスタルか。ここでテラスタル切る意味って何なの。こうかと思ったからノーマルなんだ。公開闇か。公開闇だったら別に、いや違う、ごめん、あのじゃれつく読みか。普通にこっちがハチマキなだけだ。相手からまだハチマキが透けてるわけじゃない。しかもカイリの場合ね、やっぱマルチスケールもあるね。マルチスケールタイプ相性4倍ってなったらやっぱダメージ判定できないよね。でこれは皆さん当然ここアンコールドアンデです。もうよー、ただ闇闇見て逃げるってのものセンスあるわ。サーフゴー、そもそも黄金の体で入んねえ。メタバかな。じゃあメタバース行きます。いや俺正直闇波これ海流に残しとけばいい気がする。地味にここって身代わりとかされたら終わるから。で闇波で出てきてるからさ、多分身代わり持ってんじゃない。これマリオリ行くか。ここ下手に闇波突っ張ったら多分身代わりワルダクミとかだから本当に終わるから。うわ、なにこのガノ君。浮かんないんだけど、うちのマリちゃんが。じゃあ、クワジェットで削るだけかな、あとは。いや、それきついね。メガネだよな、さ、直帰マリルにこんな入るってメガネやんな。じゃあ、メタルバーストが正解だったのかな。まあでも仮にこうなってもやっぱオーガポンってポケモンが強すぎるせいで、これ普通に畑落としたら多分倒せるんで。さあ面影を宿して畑いきます。誰海竜なんだ。勝ってちょっとこれやめやめかな。うわーマリル、いや、ごめん、メタバース打って終わったな。ちょっと深みすぎたな。いや、そこでも闇闇にスタンド怖いで。メタバースなんてもう、最終手段だと思ってるからな。それかも初見殺し。ああ、神速？神速自信って感じか。悪い。じゃあもう一回アンコール行くわ。うん、で、これで最後号来たら次こそメタバースと。いや、もうさすがにこのタイミング打っていいと思う。これでトリックされる可能性もあるけど。頼む。やめやめ。ゴーストポケモンとしての格の違いを思い知らせてやれ。サーフゴーよりもおめえの方が強いんだよ。サーフゴーを使ってる人なんてもうみんなの何も分かってないアホタレなんだよ。しかも闇波はダイヤモンドですよ。目に。目にダイヤ埋まってんすよ。でサーフゴーは金でしょ。金とダイヤどっちが価値があるのかなんてもう一目瞭然じゃないですか。考えれば分かんのよ。ダイヤなのよ。闇波なの。価値があるポケモン。はい、ゴロラシカー。当然、タスキで耐えて、しかも背中にルビーも何、サファイアも、なんかエメラルドも、ね、いっぱい待ってるでしょ。もうこんなのもうどう考えても闇なのが強いんだから。はい。ははさあ、ハバカミから来る。こいつでもタスキかな。いやタスキだとしてもオーガポンこいつの反撃一発耐えるんですよ。ただまあスカーフかタスキどの道一発食らうんだよな。これ多分ここだってメガネがサーフゴーでしょ。でこのハバカミブーストエナジーじゃないか。ブーストエナジーじゃないハバカミでもブーストエナジーでもメガネでもないハバカミってもうどっちかしか考えられない。だから一発は食らう。じゃあこれタスキだ。つまりカイリーの神速耐えるかどうかだなこれ。じゃあパオジアンが助け合ったのか。じゃあこのハバカミ何。さあしかもちょうどよくカエリュウの丸助が終わってる。神速に全て託す。当然そなんちゅうクソ火力だ。頼むオーガポン、環境トップは誰かを見せつけてやれ。
エンさん、これがね、やっぱオーガボンというね、鬼、オーガ、そのゆえんです。彼はやはり、鬼でした。はい。ありがとうございました。